たいレインコートとかを着ながら通学してたんですけれども、今になっても小学生の方たち、小学生たちはマスク半分くらいマスクをかけながら通学路を歩いてるんですけれども、中学生高校生のお姉さんたちはもう普通の格好でそこら辺の地面にもうしゃがんだりとかして普通に生活をしていました。洗濯物も6月には干してあったんですけど、外に干してあることはなかったんですけれども、今帰るとほとんどのうちが干してあったりとか、普通の生活なんです。でなんかちょっとおかしいんじゃないかなと、線量を見ると外貨カウンター見ると確かにうちの方とか1ぐらいあるんですね。1マイクロシーベルトあるんですけど、皆さんがだんだん普通になってきて、もう地場産の野菜とかもあって、もう私たちはここで生きていくしかないんだと。一回避難したけれどもパパがここにいるから私たちはここに住んでいくと、そういうような決意っていうんですかね、見えたような言葉をたくさん聞きました。それにこれから除染もしてくれるそうだし、分かんないけどなんかいられそうだとかね、本当私6月の時には、6月3月4月と知ってるお母さんとかに逃げた方がいいよ、どこでもいいから、新潟でも山形でも宮城でもいいから福島を離れて逃げた方がいいっていう、そんなこと、いろんな方に言ってたんですけれども、もう今の段階ではもうそういうようなメッセージはもう全然届かないんですね。もう決めたから、それは経済的なことだけではなくて、なんかこうもう安心、どうしていいのかわからないから、もうこのまま続けようみたいな、諦めに似たようなそんな気持ちで皆さん決意をされてるんだなと思いました。その中で何か私たちができることって何なんだろうかと思っていました。で実は12月に新しい会を立ち上げて「みんなの手」という会なんですが、本当におかげさまで私たち、避難者だけではなくて支援者の方たちともだんだんつながりができてきまして、京都の方たちってとても温かくて、温かい以上に熱い、何かしてあげたいという方々が多くて、その方たちとつながりながら、これは私たち避難者の会と、私は公務員宿舎の中での避難者の会だったんですけれども、やはりその京都の中にはまだまだつながってない方たちもいらっしゃるし、そのつながってない方はまだ支援が薄かったりもします。それからまた支援者の方たちが本当にもうつながっていらっしゃいまして、いろいろと支援をいただいて、私たちだけでいただくのはすごくもったいないと思いまして、京都の避難者の方たちと、それから支援者の方たちをつなぎながら、もっともっと大きな力になっていくのではないかなと思って、そのような会を立ち上げました。その中で私が避難者の会を立ち上げてからやれなかった、故郷への支援ということを積極的に行っていきたいと思っています。というのは、やはり8月、先ほどの表でもありましたけれども、8月にかなり避難者の方たち、こちらにいらっしゃったんですけど、どんどんこう減ってきまして、この12月に入りますと、またちょっと多くなってきてるんですね。で、その方たちがその中でも、やはり福島に帰りたいと、こちらに来たけど、福島に帰りたいとお母さんが少しずつ増えてきました。その方たちがやはり福島に帰るのに、なんかやはり福島に帰りづらいし、なんか福島とのなんかネットワークみたいなのにできてると帰りやすいわとかっていうその声も聞きまして、やはりこれから本当に私たちがここにいるだけではなくて、福島としっかり結び合いながら、お互い頑張ってこの苦しい時期を乗り越えていこうかなと思いました。でその中で水田さんからご連絡いただきまして、こういうことがあるんだけれどもぜひ協力してほしいというようなお話をいただきまして、じゃあこれは私たち福島から来た、避難してきて、もう今本当に安全な安心して毎日暮らしているものが、今度は避難者という立場じゃなくて福島にいる子どもたちを応援するという形で何とかできるんじゃないかと。それから今までできてきた支援者のネットワーク、支援者と避難者のネットワークを通じながら、そして今まで本当に福島のために何とかしたいんだっていう方たちに訴えかけながら、このプロジェクトを京都で、または京都だけではなくて、大阪、それから兵庫、それから滋賀などにもどんどん拡散していきたいなと思いました。こちらの方ございますでしょうか。今これでそういうきっかけで私がこのプロジェクトを応援しようと思ったわけですけれども、私もここに住んで何ヶ月、まだ6ヶ月なので、なかなかそのネットワークっていうのが皆さんとつながりも少ないので、ぜひ皆様の協力をお願いしたいと思います。で、内容をちょっと説明させていただきたいと思います。今ミスタさんの方から黄色い紙がこちらの黄色い紙の方が皆さんのお手元にあると思うんですけど、ここでは寄付の仕方、寄付のご案内ということで、一般寄付と団体と協賛の寄付の額が書いてあって、振込口座なども書いてあります。ちょっと考えましたのはやはりこのプロジェクトを皆さんにお伝えする中で、福島の現状を分かっていただく、それが一番だと思います。そうすると例えば小さなお子さんだったり、いろいろな方が何とかしたいんだっていう100円とか10円でもいいから何かしたいっていう、そういう気持ちを届けたいなと思いました。それでまず考えているのが、募金箱。個人的には個人や団体に寄付を募るというやり方でちょっと考えております。でまずは募金箱を設置して、そこで、1月から3月、これ1年間続くんですか？1年間続くんですが、とりあえずは3ヶ月。3ヶ月ですよね。なるべく早く送りたいので、月ごとに決めて、1月末、2月末、3月末にその募金箱を回収して、それを、まとめて、送金する。その時にやはり京都から、みんなの手からということではなくて、例えば、京都の YMCA 様からと堺町画廊様とかっていう形で、そこで募金箱の設置場所のなどにも金額を置かせていただいて、そこで少しでもお金が集まればと思っています。でまだもうちょっと時間大丈夫ですか？はい、それでここでなんですけれども、先ほども言いましたように私もなかなか京都に生まれ育ってないもので、なかなかいろいろなところわからないので、どなたかいろいろとこういうふうにしたらいいんじゃないかとか、こういうとこに置けるんじゃないかとか、何か提案がある方がいらっしゃいましたら、何か挙手していただいて考えを述べていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか？例えばもっとやり方でこういうふうにしたらもっとお金が集まるんじゃないかとか、こういうふうになんか、もし何かありました？マイクもが線をすいません。私自身住んでいるので、どこにおられる皆さん、清水におられるっていうのは聞いてたんですが、よろしくお願いします。私も実は東京の人間なんですけれども、結婚してから京都に住んでいますが、京都には自然食品のお店がたくさんあります。今これ拝見するとまだ具体的なことは書いてないんですけれども。人たちが来るところなどは例えば原発に関してもいろいろな情報を皆さん持っておられるのできちっと説明すれば迎えてくださる方が多いのではと思います。はい、これプラス例えばこういう先ほどの資料の内容などももう少しバージョンアップというのは。そうですね。例えば今日ご案内させていただいたのでどれだけ今まで渡りの方たちが悔しい思いをされて時間もかかってそしてやっとこれが立ち上がったっていうのが分かるんですね。でもきっと集める方もやりやすいかなと思います。決して足りないと言っているのではなく時々刻々と分かってくると思うので、はい、すごくいいアイデアありがとうございました。西山さんも本当に精力的にやっていただいて本当に感謝しています。で私が説明をですねかなりはしょってしまってですね申し訳なかったんですが、ですね、今ある素材としてはこのお配りした程度なんです。で料金設定してもらっているんですね。でただそれもですね長期滞在となると住民の方にとって負担が大きいので住民の負担額を、例えば大人3,000円、子ども無料みたいな形にしてその旅館が値引きした例えば7,000円ぐらいまで下げて大人を下げてもらった時その間を寄付金で埋めるということを、考えていますね。でということでちょっと寄付金の集まり具合を見ながら対象の人数滞在できる。ないんですが、借りてそこを貸し切りにして、住民の方々が自炊して滞在できるようなそういったことを考えていまして、で線量が低いということで食材なんかにも気をつけなければいけない。でそういう中で、長期滞在することによって、本当は旅行以外ですね1ヶ月単位ぐらいで滞在してほしいんですが、今その渡りの人たちのとどまっておられる方々が状況ですね、やはり何らかの形で渡りに住み続けざるを得ないようなご事情がある方が多いと。で、ターゲットをそういう方々に置いているので、思い切って避難できる方に本当の完全な避難を。予算とかもっと細かい企画書というのはさらに精査して出していきます。キャッチーなものを見て、あーって分かる。例えばですけどたくさんされていて素晴らしいし、私なんか受け入れるものじゃないんですけど、例えば、1,000円集まると例えばですね、こんな安くないだろうけど子どもの一晩泊まれますとか。何かそういうものがあって、それから今おっしゃったようなバックグラウンドをどうして民間や市民がサポートするようになったかっていう一節も書いてあると、きっと賛同する。